疲れ様でした。先発鎌田投手が巨人相手に初完投でした。堂々のピッチングだったと思いますが、いかがですか。すげえやつだな。5回1失点しましたが、これ以外は安心して見られたのではないかなと思いますが。まあ安心はしてなかったけどね。あのエラーで、まあ自責ゼロだからね。銀次がつまらんエラーをまたやって、まあ銀次がエラーしたから勝てるなとは思ったけどね。うん、まあそういう意味では自責ゼロで、うん、そうね、向こうもあんまりタイミングが合ってなかったというか。9回あのマウンドに送り出すとき、監督の心境としてはいかがだったんですか。いやいや、もう最後まで行けと、うん、もうあそこまでせっかく投げて誰かが行って同点にされたとか、それじゃあもう本当に、足踏みしてしまうからね、自分で決着つけてこいと、まあ、昨年の田中と一緒だね。もうお前らはもう最後まで投げ切れとこういうことだね。打線の方も前回完璧に抑えられた杉内から、銀次選手の初ヒットが生まれ、そこからガルシアのツーランが生まれたということで、まあチャンスあったからね、もう少し点取ってやらないと、うん、ピッチャーがかわいそうだよね、うん、そういう意味では、まあノーヒットノーランやられた後すぐ、返せれたと、土をつけれたという意味では、まあ、何よりも、まあ、鎌田しかないよね。そういう意味では今日父の日ですが、あの高校息子から大きなプレゼントを出したんじゃないですか。ほんまやね。ありがとうございます。